スイス連邦の連邦大統領とは、同国の行政府である、連邦参事会の議長である。連邦議会により1年ごとに選出され、連邦大統領は、連邦参事会の会合の議長を務めるだけでなく、特別な代表としての任務も負う。同輩中の主席であり、他の連邦参事に対して、何の権限も有しておらず、自身の省の長としての地位を引き続き有する。 伝統的にこの任務は連邦参事の中で年齢順で持ち回りであり前年の副大統領が大統領となる他の日本語役として連邦主席があるオーストリアやドイツの連邦大統領とは異なりスイスの連邦大統領は国家元首ではないスイス連邦憲法上連邦参事会が国家元首権政府の長である連邦参事会の議長としては 連邦大統領は、参事会での採決において、他の連邦参事と同等の扱いを受ける。さらに、連邦参事として担当する、連邦省についても、連邦大統領は、連邦参事会の一員としてその職務を行うのみで、ある。国内において、連邦大統領が、国家元首のように振る舞うのは、新年と建国記念日のテレビラジオ演説と、毎年連邦院で行われる、 外交使節団に対する新年のレセプションで、中水ス,スローマ教皇朝大使と共にスピーチを述べるほどのものである。近年では外交の場が増えてきたこともあり、連邦大統領はスイスの政府首脳の立場として外遊することが多くなった。同様に国際連合総会など他国の国家元首や政府の長が一堂に会する際にも連邦大統領が出席する。 また、オリンピックの開会式は国家元首が開会宣言を行うことになっているが、過去にスイスで開催されたオリンピックでは連邦大統領が開会宣言を行っている。連邦大統領は毎年12月初めに連邦議会において連邦参事会の中から1名を選任する。連邦大統領の任期は毎年1月1日から12月31日までである。 19世紀、連邦大統領に選出されることは、連邦参事にとって高く評価されたという名誉であった。逆に評価の低い連邦参事が、連邦大統領に選出されることは少なかった。例えば、ビルヘルム・マティアスナエフは27年間連邦参事を務めたが、連邦大統領に選出されたのは1853年の一度記事であった。20世紀以降は、 連邦大統領の選出にあたってあまり議論が起こることはなくなった。連邦大統領職を最も長い期間務めていない連邦参事が就任するということが不分立として定着したためである。このため連邦参事は長くても7年に一度は連邦大統領を臨番制で務めることになった。ところで連邦大統領に選出されることになる。 連邦参事はどれだけの票を受けられるかということが議論となることがある。1970から80年代では全246票中に100票を獲得すれば優秀な結果とみなされていたが、近年は政党間の対立が激化してきていることもあって、180票を獲得すればそれなりに良い結果であるとみなされるようになっている。1920年までは途中に 例外の時期があったものの、連邦大統領の任期中は、連邦外務省を担当するということが慣習となっていた。そのため、連邦参事会の中で、連邦大統領退任直後の連邦参事が、就任前の連邦省に戻り、新任の連邦大統領が連邦外務省を担当するというような変更が、毎年なされていた。さらに、連邦大統領はその任期期間中、 連邦外務省担当参事を兼務しているにも、かかわらず、スイス国外に出国しなかったという慣習があった。連邦大統領と同じく、副大統領も毎年選出される。副大統領は、連邦大統領を代行する役職で、通常は、翌年に連邦大統領に選出されることになる。ありがとうございます。